こんにちは、こんにちは、こんばんは、鶴ヶです。今回はこのような棚を作ります。自分のパソコンです。パソコンの横にちょっと棚を置きたいと考えております。このテーブルの上にあるプリンター、ハードディスク、棚をこちらへ移動させます。使いやすいようにここにプリンターのテーブルの上、プリンターなどのテーブルの上にあるものを移動させるために棚を作ります。ウッドシェルフの棚を作っていきます。このように1段目ができました。で、2段目は70センチか71センチぐらいで2段目を作ります。それで3段目で1枚4段目という形で作っていきます。メジャーで測っていき、大体70センチのあたりで2段目を作ります。ここから3段目は、この巻き軸で測って27センチのところで、3段目を作ります。4段目を取り付けたらこれをつけていきます。これをつけましたらだいぶこの安定がグラグラ安定 しました。はい、これで完成となります。はい、ありがとうございます。テーブルにあったものが、こちらへ移動しました。あったものはこちらに移動しました。で、プリンターがこの下にあります。そしてこの下にハブが置いてあります。で、ハードディスクがこちらにあります。はい、ご視聴ありがとうございました。